神の事件を受けて雄英は生徒をより強固に守り育てるため全寮制の導入を進めることとなった。雄英教師たちは各家庭へ全寮制導入の承諾を得るために家庭訪問をすることに。そして僕の家にはオールマイトが。はっきり申し上げます、伊豆の親として雄英高校に息子は預けられません。雄英でなくてもヒーロー化はあります。ヴィラン襲撃の王座や僕がボロボロになる姿が原因だ。母の気持ちをないがしろにしてきた当然の帰結。でも見て、お母さん、オールマイト、合宿の時助けた子から手紙もらったんだ、ありがとうって。この手紙が、この子が僕をヒーローにしてくれた。雄英でなくたってどこだっていいよ、僕はヒーローになるから。君にとって雄英で学ぶということに大きな意義があると思っていた。しかし君はもうただ私の背を追うだけの人間ではない。ならば私は伊豆少年が私の後継に平和の象徴になるべき人間と思っております。伊豆少年に私の全てを注がせてもらえないでしょうか。横に立ち共に歩んでいきたいと考えております。この命に代えても守り育てます。嫌です、だってあなたは伊豆の生きがいなんです。命に代えないでちゃんと生きて守り育ててください。それを約束してくださるのなら私も折れましょう。約束します。憧れのヒーローからここまで行ってもらえるようになってたんだもんね。これがあなたにとって何よりも幸せなことなんだよね。伊豆も分かってるね。絶対心配させない。生徒の安全を確保する目的で作られた全寮制への理解を得るために俺はオールマイトと共に家庭訪問に向かった。まずはジロン地下、必ず京香さんを立派なヒーローに育て上げてみせますので、全寮制についてどうか今一度任せていただけないでしょうか。ああ先生いいっすよ、頭なんか下げなくて。このおっさんオールマイトの戦い見てこんなロックな人に教えてもらえるなんてって泣いてたらしいっすもん。もっと非難されるものと覚悟してました。理解のある親御さんで助かった。そして感謝します、オールマイト。よせやい、らしくない。それに次は爆豪少年の家だ、そううまくいかないと思うぞ。いや爆豪少年、わざわざ家の前で待っていてくれたんだね。オールマイト、聞きてえことがある。デクはあんたにとって何なんだよ。すまない爆豪少年、ここだけは晒せないんだ。生徒だよ、君と同様に善とあるヒーローの卵だ。やっぱ本当のことは言わねえか。だったら力ずくで口開かせてやんよ。まったくお前は合理性のかけらもないな。見ての通りオールマイトは重傷だ。そんなに体を持て余してんなら俺が相手してやる。オールマイト、私の後ろに。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。相沢君、分かってますよ、家の前ですからね、手加減はしますよ。加減はできねえ。無駄。
テストだ。格闘技だ。これで蹴り上げて。加減はできない。予想通りだ。トロイ、甘いな。蹴り上げて。何笑ってんだ。誰？悲観さ、トロイジェット。痛いとこはついてく。そこだ。高加速だ。うわ！止めてやがれ。ウィン！その抵抗は非合理的だ。アメージング。言いたくねえのか。だったらいいわ。家入れ。カツキ、あんた何やってんの。また先生方にご迷惑かけて。あんた家庭訪問のことバレてないとでも思ったの。バレバレよ、バレバレ。あ、寮の件ですよね。どうかこの子のことをよろしくお願いします。この学校はカツキを見てくれてるって思いました。こんなどうしようもないやつだけど、さっきみたいにみっちりしごいていいヒーローにしてやってください。爆豪のおふくろさんから話を聞くと、どうやら俺の会見を見て雄英を信頼してくれたらしい。これからは生徒たちを本当の意味で預かることになる。教師一同より一層気を引き締めなくては。8月中旬、僕は今日家を出る。遊泳敷地内、校舎から徒歩5分、ハイツアライアンス。ここが新しい僕の、いや僕らの家だ。とりあえず1年 A 組無事に集まれて何よりだ。さてこれから寮について軽く説明するが、その前に一つ大事な話だ。いいか、轟、霧島、緑谷、八百万、飯田、この5人はあの晩あの場所へ爆豪救出へ赴いた。その様子だと行くそぶりはみんなも把握していたわけだ。行った5人はもちろん、把握しながら止められなかった奴らも除籍処分に本来ならしてる。理由はどうあれ、俺たちの信頼を裏切ったことには変わりない。しかしヴィラン連合の出方が読めない以上、遊泳から人を追い出すわけにはいかない。正規の手続きを踏み、正規の活躍をして信頼を取り戻してくれるとはありがたい。以上。さあ中に入るぞ。元気に行こう。除籍処分、信頼の裏切り。いや待って、元気に行けないです。青空来い。俺？何？やだ！なんで？ファイナルラウンド！レディー！クラッシュ！ブスラッシュ！やったー！うわっ！バカ！余裕で！補填するぜ！こっかで逃がすかよ！なれ！余裕でやれ。消し寄ってやる。ウジ虫バリアゲー。よっと下って、試させる。へこみやがれ。やってやこれだろ。ぶっかま逃がすかよ。なれ流れを。もう文句あんのか。余裕で見れる。こっからだ。やることは変わんねえ。認めろ。ふわっとかけてね。少しは楽しませろ。
メージング、ニューストーリー。ウェイ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 。か、雷？どうした、爆豪？いつまでもしみったれられっと、こっちも気分悪いんだ。ウェイウェイウェイ。もう、ダメ。うち、この雷、ズボハハ。いつもみてえにバカさらせ。シャバン、もう時には必要か。一棟一クラス、右が女子棟、左が男子棟と分かれてる。ただし1階は共同スペースだ。食堂や風呂、洗濯などはここで。聞き間違いかな。風呂、洗濯が共同スペース、夢か。広きれい。ソファー。部屋割りはこちらで決めた通りだ。各自事前に送ってもらった荷物が部屋に入ってるから、とりあえず今日は部屋作ってろ。明日また今後の動きを説明する。あとミネタ、風呂と洗濯は男女別だ。お前いい加減にしとけよ。いやー、敬意はあれだが、共同生活ってワクワクすんな。男子、部屋できた？あのね、今話しててね、提案なんだけど、お部屋披露大会しませんか？ああ、いいぜ、俺の部屋に来いよ。すげえの、見せてやんよ。部屋を決めるってことで、誰の部屋から見よっか。スルーすんじゃねえ。アシト、ちょっと表に出ろや。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。絶対に俺の部屋に来てもらうからな。雨みたく、なんで。やっべ、セットシャート。強めにかかっ、あー、逃げた。顔が怖いよ。来いよ。なあ、こっち来ないで。はぁ、食らせるで。おいしょ。なあ、溶かしちゃう。さ、だりゃあ。おー、よっこら。もらった。まわら、雨みたいで。危ないよ。粘土妖怪のマッサ、見てろ。ダーリャー。おきゃ、縦に巻き込む。振らせる。あ、おいしい。なんでオイラばっか。ウィン。へっへん、わたしの勝ち。アシドさんたちの部屋を決めるという提案を断る間もなく、みんなが真っ先に向かったのは、それ僕の部屋。わあ、ダメダメ、あ、ちょっと待って。おー、オールマイトだらけ。オタク部屋だ、すごい。なんか楽しくなってきた。どんどん行こう。はいはい、お集まり。飯田くんの部屋はメガネすっごいある。霧島部屋は、あ、わからない。男子の気持ちがわからない。佐藤の部屋はちょうどシフォンケーキ焼いてる。うわー、え、常闇の部屋怖くない？剣とかあるけど何に使うの？うわ、トドロキは和室？ビビる。リフォームしたのこれ。青山は、ああ、うん、だよね。てか次うちじゃん。やだな、はずい。わお、これ全部弾けるの？ジローちゃんはザ・ロッキンガールだね。アシド
んの部屋はめっちゃ可愛いよ。八百万さんの部屋はと数が豪邸やないかい。あがくれ部屋アルプールトラー、その他もろもろ皆様きちんと見て回りましたでしょうか。では第1回部屋王暫定1位の発表です。得票数5票、圧倒的独走、単独首位を叩き出したその部屋は佐藤力道。ちなみに全て女子票、理由はケーキ美味しかっただそうです。てめえヒーロー志望が贈賄してんじゃねえ、何に焼けてんだこの野郎よかった、みんないつも通りだ。なんだかんだで全員の部屋を見て回り、部屋王決定戦は幕を閉じた。誰も予想しなかった結果に終わったけど、そしてその後僕たちは呼び止められたんだ。トドロキ君、デク君も飯田君も、それに霧島君、八百万さん、ちょっといいかな、つゆちゃんがみんなにお話ししたいんだって。私、思ったことは何でも言っちゃうの。でも、なんて言ったらいいのか、わからない時もあるの。林間合宿で爆豪ちゃんがヴィランにさらわれた後、戦闘許可も解除され、勝手な行動が許されない中、私はあの時、心を鬼にして、辛い言い方をしたわ。どれほど正当な感情であろうと、また戦闘を行うというのなら、ルールを破るというのなら、その行為はヴィランのそれと同じなのよ。それでもみんな言ってしまったと今朝聞いて、とてもショックだったの。止めたつもりになってた不甲斐なさや、いろんな嫌な気持ちが溢れてきたわ。みんなと楽しくおしゃべりできそうになかったのよ。でもそれはとても悲しいの。だからまとまらなくてもちゃんとお話をして、またみんなとおしゃべりできるように。つゆちゃんだけじゃないよ、みんなすんごい不安で拭い去りたくて、だからなんていうかむずいけど、とにかくまたみんなで笑って頑張っていこうってやつさ。スイちゃん、すまれ、話してくれてありがとう。みんな取り戻そうと頑張ってくれていたんだ。いつもの、そういつものヒーローを目指し切磋琢磨する、あの日常へ。